大倉照子踊る影応接室に入った時入れ違いに出ていった一人の紳士があったあれは私のいとこなんですよ <S, S 夫人は手に持っていたノートを私に渡しながらお暇があったら読んでみてちょうだいな あのいとこが書いたんですの。文学でもなさるお方ですのいいえ、商売人なんです。最初の目的は別の方面にあったのですが、若い時はちょっとした心の緩みからとんでもない過ちをやることがありますからね。気の毒に、あれも失職して長い間遊んでいましたが、やっと先頃会社へ入りましたんですよ。 私は早速そのノートを読んでみた神戸へ出て2日目の晩だった船に弱い私も幾分慣れてきたのでそろそろ食堂に出てみようかと思った大切な任務を帯びているということが絶えず頭を離れないので今度の旅行はどうもいつものようにのんびりとした楽しい気分になれない 私は、コード暗号を預かっていたのだった。出発の際、S 夫人から注意された言葉が耳の底に残っていて離れない。コードは、あなたの命より大切だと思わなければいけない。トランクも危険よ。スーツケースはなおさらだ。肌身につけていらっしゃい。その通り、 肌身につけているおそらくこれより安全な方法はあるまい。しかし、私がこの大切なコードを持っていることを誰も知っているはずはないのだから、自分さえ用心していれば大丈夫だろう。あまりそんなことばかり考えていると神経衰弱になってしまうからな。とにかく今少しほがらかにやることだ。と、 こんなことを考えながら食堂へ入っていった。私の席は事務長のそばにとってあった。少し遅れて出てきたので、もう食事は始まっていた。丸いテーブルを囲んだ五六人の客は、事務長を相手に盛んに談笑しながらフォークやナイフを動かしていた。みんな元気な若い男ばかりだったので、このテーブルが一番賑やかだ。 そろそろデザートを運ぼうとしていた頃になって、二人連れのシナ人が静かに入ってきて、私の隣の席へ座った。よほど身分のある人だろうということは、その服装からでも一目で知れる。多分、お父さんとお嬢さんだろう。どこやら面差しが似ている。男の方は少し前かがみで、背がひょろたかかった。顔はまだ若い。 それなのに頭髪は真っ白だったお嬢さんは二十四か五か桃色の品服がいかにも綺麗でかわいらしく見えたしかしこれは病人らしく思えた小柄で恐ろしく痩せて青白い顔をしているが非常な美婦人だ惜しいことにあまりにも全身衰弱しきっていて歩くことさえ大儀そうで 見ていても痛々しくやつれ果てている。席に着くとき軽く会釈し,しながらちらりと目を上げて私の方を見た。その目の綺麗さにまず驚いてしまった。体はとっくに死んでいるのに目だけが生きているといった感じだが、その寂しい美しさが私の心をかき乱すのだった。 今までこれほど恐ろしい魅力のある目に出会ったことがなかった私は彼女の一別にすっかり魂を奪われてしまったと言ってもよかった食事が済んだから一人で甲板の上をブラブラ散歩していたどうも今見た二人が気にかかってならない食事が済んだら必ず甲板へ出てくるだろうと心待ちにしていたがなかなかやってこなかった 病人だから部屋へ帰っているのかもしれない。私はなんとなく物足りないような気がした。蒸し暑い晩だ。月もいいし、狭いキャビンに帰ってしまうのが惜しくって、つい夜を孵かしてしまった。寝苦しいと見えて、一度寝に帰っていった人々までがまた甲板へ登ってきたりしていたが、いつの間にか皆天での部屋へ引き取ってしまって、 残っているのは私一人きりだったそろそろ寝るかな時計を出してみたああ、もう1時だ 1> 私は立ち上がって続けさまにあくびをしながら両手を高く伸ばしたそのついでに直機の上から自分の胴中をちょっと触ってみた出発以来これが癖になってしまって日に何度となくやっている 大切な行動を胴中に巻いていてるのだもの。だも認知について無事にそれを手渡しするまでは安心がならない従って責任はなかなか重く少しの油断もできないのだ我々の生活は旅行中だけがのんきで極楽なのにその旅行中さえこんなに緊張していなければならないなんて考えてみると情けなくなっちまう 好きなダンスもやれないし、バーへ行くのも差し控えているのだ。30歳の若さだのに、と、私は急につまらなくなった。私は舌打ちしながら階段を降りかけて、何気なく後を振り返ると、いつの間に上がってきていたのだろう。甲板の欄干に持たれて、さっきのお嬢さんが、 つれもなくたった一人で月を眺めながら物思いに沈んでいる。この夜更けにあんな病人が、とちょっと妙な気がしたが、そのまま立ち去るに忍びず、しばらくその後ろ姿を眺めていた。翌日はいつになく早く目が覚めた。昨夜は妙な夢を見た。 キャビンの丸い窓の真ん中にぽっかり50千銀貨ほどの目がたった一つ現れたと見る間にその目が大きくなって丸窓いっぱいに広がりとうとうその窓が一つの目になってしまったまばたきもしないでその大きな瞳が私の顔を見つめているそれがまたあのお嬢さんの目そっくりだった あまり気にしているものだからそんな夢を見たんだろうとおかしくもなる。本物のお嬢さんの目が覗いてくれたらどんなに嬉しいことだろう。私は懐かしい気持ちで窓を見たが、そこにはあの弱々しいお嬢さんの影さえなく、朝の空気を吸いながら活発に散歩している西洋人の後ろ姿が見えていた。私も起きるとすぐ甲板を散歩した。 だだんだん顔なじみの人ができてきて出会うたびにお互いに声をかけるようになった私は何となくかの二人を待ちもうけるような心持ちで朝も昼も食堂に出たが隣はいつも空席で花のような形に折りたたまれたナフキンが寂しくお皿の上へ乗っていた私は気にかかるのでそれとなく事務長に彼らのことを聞いてみた お嬢さんがご病気で国へ帰られるんだそうですどういうご身分の方なんでしょうか後期の出なんですが今は何もしていられないそうですシナの大金持ちなんですよそうらしいですな日本にもよほど長くいられたと見えてまるで日本人ですねそうです言葉も上手いしね しかしまあ気の毒ですよお嬢さんがあんなに体が弱っているのでお父さんがおもりをしながら気候の良いところ気候の良いところと世界中を遊んで歩いていられるんだそうです結構なごみ分ですな何しろ金があるから事務長は羨ましそうに言うのだった 夕食の時少し遅れて食堂へ入るともう例の二人はテーブルについていたお嬢さんは手を動かすのさえ苦しそうで見ていても痛々しい極めて物静かに少しの音も立てずに食事をしていた終始節目になっていてほとんど顔を上げない長いまつげは頬の上にうっすりと影を落としている 美しい女だなと心の中で簡単した私はお嬢さんの方ばかり気をつけて見ていたのでお父さんの方は一向注意をしなかったが何かの拍子にふと見るとどうも不思議な癖のあるのに驚いた一種の神経痙攣とでもいうのだろうか卓上のものを取ろうとして手を伸ばす時彼の手がそのものをつかむ前に 空中に英字のようなものを書くのだ最初は誰かに合図しているのかと思ったしかしそうではないらしいなぜというにソースの瓶を取ろうとしてはやる食塩を取るときもやる胡椒、果物何のときでもやるからだあまり目まぐるしく繰り返すので見ているだけでこっちの神経がイライラしてくる 嫌な癖だなあと思って見ていると自分まで伝染して一人でに手を動かしそうになるのだ脳もひどく気になる顔を背けて見舞いとしてもやはり見ずにはいられないのだ私は急いで食事を済ませるとさっさと食堂を出てしまったそれからもう一つ気になるのはお嬢さんが食事中にもかかわらず 左の手だけ手袋をはめていることだ純白でそれこそ少しの汚点もない清らかなものなのだがどうもこれがまた妙に気になる明日は船が港へ入るという晩だった船が着く前夜はどういうものか眠られないこれは私の癖だった 新しい認知というものは希望もあるがまた不安もある赴任する前に長官やら同僚のことなどを大体調べて予備知識を得ておくのだがそれでも失敗して随分つらい思いをすることがある私は甲板の端に甲板用の椅子を持ってきて欄干に腕を伸ばしてぼんやりしていると例のお嬢さんをお父さんがいたわりながら 二人でそろりそろりと階段を上って甲板へ出てきた私のそばを通りすがりながら先方から声をかけたこんばんは部屋に蒸しますねまだ起きていらしたんですか二人は立ち止まった少し涼もうと思って出てきたんですがここはなかなか風がよく入りますよ でも、お邪魔ではないでしょうか。遠慮深そうに欄干に寄りかかっているので、早速自分の椅子をお嬢さんに勧め、なお、2つの椅子を運んできた。いやどうもこれは恐縮ですお父さんは私の行為を心から感謝するように、幾度も頭を下げてから、 お嬢さんの細い体を抱くようにしてそれに腰掛けさせたそしてさも言い訳らしく言うのだったどうも体が弱っているもんですから困ってしまいます2人の様子を見ていると気の毒になったこんな病人を抱えて旅行するということは何という危なかしいことだろう お父さん自身だって神経けいれんに悩んでいるのだしお嬢さんの方は半分死んでいるようなこの痛々しさじゃないか私は黙って見ていられなくなって聞いてみる気になったどこが悪いんですか医者は心臓が悪いのだとか肝臓だとかいろんなことを申しますが。 結局、どこが悪いんだかよくわからないらしいんです。まあ、国へでも帰って、しばらく保養したら、また気も変わってよかろうかと思いましてね。しかし、私は、病気じゃないと一人で決めているんです。つまり、その、 まあ、神経ですな神経から来たものと考えているんです何にしてもや介かいなことで全く平行してしまいますお嬢さんはお父さんの話を黙って聞きながら私の心をかき乱すようなその美しい目に寂しい笑みを見せて私をじっと見つめていた 私は体がすくむように思った。お困りでございましょうね。これだけ言うと、やっと視線から逃れるように横を向いた。なんという不思議な魔力を持つ目だろう。私はなんだか引きずられてしまいそうな気がする。ふとこんなことを思った。このお嬢さんの目でじっと見据えられたら、 それがどんなに危険で恐ろしい命令であったとしても、到底私には否めないかもしれない。考えてみると、ちょっと恐ろしいような気もする。仕方がないと思っておりますが、この神経というやつが一番怖いものでね。お父さんはしきりに神経、神経というが、 しかし、二人揃って神経に悩まされるとはおかしな話だ。ことに、あの食卓で見たお父さんの空中に書く英字など何か意味がありそうにも思えるので。遺伝でいらっしゃるのじゃありませんかあなたも神経質のようだし。お父さんは微笑していった。私ですか。 私はいたってのんきものですよ。むしろ無神経に近いかもしれません。何言ってるんだと私は心で笑った。それを彼はすぐに見て取ったものか、急に思い出したように言い直した。ああ、あなたは何でしょう 私が何か物を取ろうとするときに変な手つきをやるもんだから、それをおっしゃってらっしゃったんでしょう。しかし、あれは神経経攣じゃありません。ある恐ろしい感動の結果、ああなったんです。恐ろしい感動どんなことなんでしょう 私は好奇心から思わず瞳を輝かせた彼は低い調子で語るのだった「娘は幼少の頃から心臓が弱かったと見えて時々発作を起こしますのでいつかは恐ろしい返事が突発的に起こってくるのじゃないかと」。 絶えず不安に恐れておりましたのです。ところがある日、庭を散歩していて捨て石につまずき転んだ拍子に、娘は息が止まってしまいました。医者は無論死んだと言いますし、実際死んでしまったのにそういなかったんです。私どもは、 一日二晩、娘のそばを離れずお通夜をいたしまして、私自身で娘を勘の中に納めました。そして墓場まで送って、家族累代の墓地に葬ってやりました。その墓場は田舎、私どもは蘇州のものですが、の、 寂しい畑の真ん中にありました。勘に納めます時、私は娘が好んでいた純白の夜会服を着せてありました。それは私がロンドンにおりました時、娘を初めて社交界に出すために大金をかけて作らせた記念の品でございました。 それから、娘に買ってやった宝石類、首は、腕は、指輪。ことに、指輪は全部の指にもはめきれないほどたくさんあったので、私はみんな娘の身につけて葬ってやりました。親なんて実にバカなもんでございますね。 お父さんはちょっと探索するように私の顔を見て言葉を切った私はお嬢さんの方を目でさしながら聞いたその方はこのお嬢さんのお姉さんなのですかまあどうぞ終わりまで聞いてください弔いを済ませてから家へ戻ってきた私が その時どんな気持ちだったかあなたにはおわかりになりますか。妻は娘の小さい時に死にました。私は母親の分まで娘をかわいがって育ててきたのです。そして母のない娘は私一人を頼りにしていましたし、私にはそして 母のない娘は私一人を頼りにしていましたし、私には彼女以外に親身なものは一人もないのでございます。それですから、娘を自分の命よりも大切にしていた心持ちは十分にお察しくださると思います。その、 親一人、子一人が別々の世界に住まなければならなくなったということは、どんなに深く悲しませたか。私も娘と一緒に勘の中に入ってしまおうかと思いました。いいえ、私が死んで、 娘を生かしておいてやりたかったと悔やんだのでした。私は本当にとりぼっちになってしまったんです。半分気が狂ったようになって、疲れきって自分の家へ帰ってまいりました。肘掛け椅子に倒れたなり、考える力もない。 動く力もない、見る力もない、うつろのようになってしまいました。その中には娘が寝ているのですから。しかし今はその勘さえないのでございます。家の中は急に人けがなくなったようでした。 ンに娘をおさめたり最後の眠りを飾ってやるのに何かと忠実に手伝ってくれました幸陵という羊がその時おもなく入ってまいりました。「旦那様何か召し上がられてはいかがでございます?」。私は返事をしませんでした。食事どころではないじゃありませんか。 私は無言で首を振ってみせました。旦那様、それではいけません。お体に触りますから。じゃあ、とこをお述べいたしましょうか。少しお休みになりましては。うの優しい心遣いを承知していながら、それがうるさいので、 少し感触を起こして大きな声で言いました。うっちゃっといてくれ。このままにしておいて。目をつぶってしまいました。それでも忠実な孔は私の身を案じてなかなか下がろうとはせず躊躇していましたが、私はもう相手にもならず。 くるりと横を向いてしまいました。それでこうもしかたなく部屋から出て行きました。その後、いく時間たったか分かりません。まあ、なんという夜でしょう。それはそれは寒い晩だのに、ストーブの火はすっかり消えているし、氷を運んでくるような、 冬のっったた。かが気味悪くまにぶつかっていました私は眠ってはいませんでした。失望と落胆でぐったりして目だけは開けていましたが神経はまひしてだらりと足を投げ出したまま時間のたつのも知らなかったのです。 突然、玄関のベルがけたたましくなって、墓場のような寂しい、がらんとした空っぽの家の中に、それが鳴り響きました。私はびっくりして、大時計を仰ぐと、かっきり午前の2時でした。こんな真夜中に誰がやってきたのだろうと思って、むっくりと立ち上がりました。 そこまで話してきたとき、傍らのお嬢さんが弱々しい声で何かお父さんの耳元に囁いた。お部屋へ帰りたい首をかしげてお嬢さんに言いながら、今度は私の方を向いて言い訳するように言うのだった。会期で体がしっとりしてきたから、もう部屋へ入りたいと思いしますので。 やっと話が面白くなりかけたところでおしまいにしてしまうのも惜しいが、それよりもせっかくお嬢さんのそばでいい気持ちになっているのに心ないことを言う人だ。これで部屋へ帰られてしまったら、そして船が明日港へ着けば別れ別れになってしまうのだ。二度ともう会う機会はないかもしれないのに、私は少しく感傷的になって寂しい。 別れががたたい気持ちがするのだった何とかして引き止めようと心で焦りながらついこんな下手なことを言ってしまったお休みになりますかもうだいぶん遅いようですな私は自分で自分を張り倒してやりたかった何言ってるんだまるで心と反対なことをしゃべっているバカめ 遅いから休むと言われてしまえばそれまでじゃないか。なんというまぬけなまずいことを言ってしまったんだろう。私は心で悔やみながら下唇を噛んでいると、相手の方では話の途中でそんな勝手なことを言い出したので気持ちを悪くしたとでも誤解したものらしく。ええ、休むのではありません。ただ、娘がやきを恐れますので。 どうも体が弱いもんですからと、かくわがままばかり申して仕方がありません。何でしたら、私どもの部屋へ遊びにいらっしゃいませんか続きのお話をいたしましょう。彼らの部屋はどこにあるのだか知らないが、私の部屋の方が近いので、私の方へ遊びに来るように誘ってみた。 お差し使えなかったら、私の方へおいでになりませんか。部屋は、この階段を降りると、すぐ右手の角ですから。最初、お嬢さんの方は遠慮してきたがらない様子だったが、私がしきりと勧めたので、とうとう二人とも来ることになった。お嬢さんには柔らかいソファーを勧め、向かい合って椅子に腰掛けた。何かご馳走でもしようかと思って時計を見ると、 もう12時を過ぎている。防衛を呼ぶのもあまりに遅いし、それに一人ではないとしても、こんな時間に女の訪問客は決まりが悪い。どうしようかと思っていると、私の心を察したらしいお父さんは、そそくさと部屋を出て行ったが、すぐ両手にウイスキーの瓶やチョコレートの箱などを持って戻ってきた。お嬢さんはコップにウイスキーをついで、 お父さんに毒味をさせてから私にもついでくれた。さあ、さっきのお話の続きを聞かしてください。私はウイスキーのコップを舐めるようにしながら言った。お一ついかがお嬢さんはチョコレートの箱を差し出して言った。私は手鹿の一つを取って口に入れた。 お父さんはウイスキーをぐっと飲み干してから話の続きを語り始めたベルがまた激しくなりました。飯使いは誰も起きる様子がありません。仕方なく私はろうそくに火をつけてそれを持ちながら下に降りて行きました。そして玄関に立ってどなたですかと聞こうと思いましたが なんだか気味が悪いのです。でも自分の育児なしが腹立たしく恥ずかしくもなって思い切って静かにハンドルを回しました。しかし私の心臓は激しくなり恐ろしくってドアを前に引けませんでした。でもとうとう思い切ってドアをさっと開けますと ベランダの影に白いものが立っているんです。私は体がこわばって動けなくなってしまいました。どう、どなたですかお父様、わたくしですよ。娘の声じゃありませんかわたしは、 思わず、ぎょっとして一歩後に下がりました。わたくしなのよ、お父様。わたくしですよ。わたしは自分が発狂したのだと思いながら、すーっと入ってきた白いものに追われるように、少しずつ後ずさりを始めました。それを追い出そうとして、 昨日食事中にご覧になったあの空中に文字を書くようなへんてこなジェスチャーをやったのです。すると白いものが言いました。怖がってはいやよ。私は生きていたのよ。死にやしません。誰だか指輪を盗もうとして、 私の指を切ったのよ。血が流れて、その痛さで気がついたんですの。血の下立っている手を見ました。白い着物はもう血だらけでした。私は息がつけなくなりました。夢なんだか本当なんだかわかりません。 化け物にしろ何にしろです。娘の形をしているのですから、嬉しくて夢中でその手を取りました。その手は死人のように詰めとうございました。私は娘を抱くようにして自分の部屋へ連れてきました。肘掛け椅子に寄りかからせて早速傷の手当てをいたしました。 そうしてむすめのまっさなかおにじっとみいりました。おばけではありません。たしかにむすめです。わたしはなんだかきゅうにむねがいっぱいになってきょうきのようになりむすめのひざにあたまをのせてむせびなきをいたしました。 やがて少し心が落ち着きますと、室内のあまりに冷えきって寒いのに気がつきました。急いでストーブに火を焚きつけました。何か温かいものでも食べさせてやりたいと思って、激しくベルを押し、孔を呼びました。うは急いで飛んできましたが、娘の姿を見て立ちすくんでしまいました。 死んだと思っている人がそこにいるのですから、それは誰しも驚くのは当たり前ですが、こうの驚き方はまた普通じゃありませんでした。恐ろしそうにうめき声を上げながら、急にわなわなと震え出したと思うと、突然狂気のようになって、外へ飛び出してしまいました。 私はお父さんの話を聞いているうちに少し眠気を催してきて生あくびを噛み殺しながらそれでも一生懸命になって目だけは開けていた彼はまた言葉を続けて言うのだった墓を開けたのは羊の孔の仕業でした彼は娘の指を切って指輪を盗み そ知らぬ顔をして家へ帰ってきていたのです。私がうを信用しているので、大丈夫。自分に疑いがかかるはずはないと高をくくっていたのでしょう。が、天罰とでも申しましょうか。こうはあまり慌てていたもので、 掘り返した缶の蓋に釘を打つことを忘れたんです。おやあなたはお眠りになっていらっしゃるんですかそういう声を私は遠くの方で聞いたように思った。それきり何もわからなくなった。 船が着いて先客は一人残らず上陸してしまったのにまだ私が姿を見せない部屋には鍵がかかっているというのでまず第一に出迎えに来てくれた同僚が心配をし始めた事務長に頼んで合鍵で開けてみると室内は少しも取り乱されていないが肝心の私の姿はどこにもない どうも不思議だそこで船員たちは手分けして船中くまなく探すことになったがやはり見つからないもちろん上陸していない証拠には荷物だってそのまま残っていることによったら殺されたのじゃあるまいか殺されて海中に投げ込まれたのかもしれないなどと言い出すものもあって急に大騒ぎになった やがて水夫の一人が船底に近い物置部屋で私を発見したのだった。私はそこで毛布にくるまれて死んだように眠っていた。より動かされてもなかなか目を開けなかった。が、やがて船員たちや出迎えに来てくれた同僚の顔がだんだんはっきりと見えてきて意識を回復すると急いで胴中に手をやった。 そしてがく然としてとた。私はみんなが止めるのも聞かないで夢中で飛び起き物置部屋を出たがどこに自分の部屋があったのか見当さえもつかなくなった私はボーイに案内してもらって自分の部屋へ入ると急いで中から鍵をかけた洋服を脱ぎ胴巻きを取って改めて見たが大切なコードはどこにもない 大変だ。カーッとして全身の血が一時に頭に上るように思った。めまいがして倒れそうになったが、やがていくらか落ち着きを取り戻し冷静になると、昨夜からの色々のことが頭に浮かんできた。ウイスキーを飲んだ。チョコレートを食べた。お父さんの話を聞きながら眠くなって、 それからあとはどうしても思い出せない。しかし、どうして私を物置部屋まで運んだのだろう。コードを盗むだけが目的なら、そんな手数をかけないで殺してしまえばいいじゃないか。また殺さないでも、あれほど意識を失っているのだから、銅巻きを取り出すくらい何でもあるまい。わざわざ遠方の剪定近くまで連れ込まないだって。と。 ここまで考えてきた時初めて彼らの用意周到な計画に気がついたのだった乗客が上陸してしまってから私の紛失に気がついて船員たちが発見するまでには相当の時間がかかる彼らはその時間が欲しかったのだその間に十分ある目的を達し得られるそれには 容易に発見できない物置部屋のようなところを選ぶ必要があったのだろうが、しかし私としては、むしろ殺された方がよかった。この重大な過失をやった私は、まあどうしたらいいだろう。そう思うと、全く生きている空はなかった。が、一刻も早く訴え出なければならない。ぐずぐずしている場合ではないので、 悲壮な決心をして立ち上がり、ズボンに手を突っ込んでハンカチを出そうとした表紙に、パラリと落ちた紙切れがあった。小さく折りたたんであったが、ちょっと気にかかったので拾い上げて広げてみた。あなたはかつて、トワンヌの中にあるチックという小説をお読みになったことがありますか。あなたの興味をそそった物語は、もちろん、 私たちの身の上話ではありません。夫はある人への暗号通信以外に空中に英文を書く必要もないし、従って妻の白い手袋の中にある五本の指も皆無事についております。愛国心にもゆる我々がある目的のため危険を犯す場合に演じる一幕は、 役者が命がけでやっている芸なのですから、見物人が魂を奪われたって仕方がありますまい。しかもあなたの場合は薬まで飲まされているのですから、多分罪にはなるまいと思います。またそうあらんことを希望してやみません。一時にせよ、お互いは良いお友達であったのですから。 無断で拝借したコードはなるべく早くお返しするようにいたします。それまであなたが、今のまま安らかに眠り続けていてくだすったなら、と念じつつ。そこまで読むと、私はその紙切れをビリビリと引き裂いて床の上に叩きつけ、ドアを開けて外へ出た。 そして、お待ち遠さまでした。さあ、お供いたしましょう。同僚と一緒に桟橋を降りると、そこに待たせてあった自動車に乗った。